はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。速報です。今 IBF バンタム級王座決定戦、エマヌエル・ロドリゲス VS メルビン・ロペスの試合が終わりました。まずはね、結果で言うと半もう超大差判定でエマヌエル・ロドリゲスの勝ちです。いやー、もうすごい得点差ですよこれ。120対105らしいですね。いや、最終回にダウン3回奪ったんですよね。それで10対6がついたんですよ。いやー、もうなんかなんというか、ただね、得点以上にというかエマヌエル・ロドリゲスの強さはそこまでは感じなかったですね。まあ、ただメルビン・ロペスがちょっと実力不足といった感じでしたね。メルビン・ロペスにはちょっともう最終回ぐらいはもっと攻めてほしかったですね。もう捨て身で。もうずーっと後ろ下がってましたね。これ何がポイントだったかというと、まあ、エマヌエル・ロドリゲスのノーモーションの右ですね。まあ、これがもうずっと攻略できずに、ロペスはやられたという感じですよね。ただね、本当に、エマロドの強さというのは感じませんでした。ということで、これで一応バンタム級が出揃ったんですよ。WBA が井上拓馬選手。そして WBC がアレサンドロ・サンティアゴ選手。そして、WBO がジェイソン・モロニーですね。そして IBF が、まあ今終わったエマヌエル・ロドリゲス。まあ大体なんというかもうこのチャンピオンがまあ予想通りのメンバーというか、まあそんなに新しい顔っていうのはそんなに生まれなかったというか、まあサンティアゴはそうか、タクマ選手もそうか。まあね、バンタム級今ね、狙い目ですねこれ。日本人でも取れるんじゃないですか。どこでも狙いに行ける階級ですね今バンタム級は。もしかしたらタクマ選手が、まあ、次アンカハスと戦うと言われておりますよね。アンカハスに勝ったら統一戦進んでいくのでしょうか。今日勝ったロドリゲスが WBC のチャンピオンの、まあ、サンティアゴと統一戦をやりたいと言ってるんですよね。ただその前に IBF の挑戦者決定戦、この間最高ファイトで行われましたね。あれでだから西田亮介選手が、まあ、勝ったので、まあ、とにかく次は、IBF のバンタム級はエマロド対西田亮介選手でまずタイトルマッチが行われますね。これはかなりの技術戦になりますよね。もう、これならでもどっちでしょう、ロドリゲスなのでしょうか。なんとも言えない、試合になりますよね。もう確実に判定までいきそうな試合ですよね。エマロドはだから西田選手に対してどういうボクシングを見せるのか。まあ今日やったロペスにはもう本当、カウンター狙いというか、まあ、ノーモーションの右で制しましたよね、今日は。まあ、次も多用していくのかどうか。ただ、西田選手はね、もう結構足も動かしますよ。もっと今日のメルビン・ロペスよりも。そして、もうジャブの精度も高いですね。これがどうなるかといったところです。そして、バンタム級もね、これ、まあ、防衛戦1回ぐらい終わると、統一戦志向になっていきそうな感じですよね。どうなっていくでしょうか。いや、とにかくね、今日思ったのはバンタムは、ちょっと、まあ、狙い目かなと思いました。まあ、今日のロドリゲス戦も、まあ、結構会場でブーイングが起きてましたね。もう本当に眠くなるような試合で。まあ、これは事実ですよ。おそらく、今日の、まあ、バンタム級を見て、まあ今のバンタム級全体のレベルを考えて、これ武井選手もバンタム級に来ると多分決めたんじゃないですか？狙い目ですよね、バンタム。まああと、天心選手はどうするのかといったところですね。天心選手はやはり減量きついんじゃないですかね。今スーパーバンタムで試合をしてるということは。バンタムでもし試合ができるならもうやってますよね。なので天心選手はスーパーバンタムで行きそうな予感がします。そしてその他にもバンタム級、まあ、結構日本人いますね。まあ、WBA の指名挑戦権を得ている石田翔選手ですね。あと WBA で現在3位に入っている堤誠也選手もいますね。WBC4 位に
栗原啓太選手もいますね。結構日本人増えてきました。比嘉大吾選手が WBA で8位か。いやだから日本人もこうやってね、はい、ランキング入ってきております。そして武井選手が WBA 10位か。でこれ狙えますよ。これ最終的に日本人決戦みたいになっていきそうですね、バンタム級は。こっからどうなっていくでしょうか。まあとにかく、まあ今日で井上尚弥選手が返上したバンタム級のチャンピオンが4団体すべて埋まりました。まあロドリゲスがまあ圧倒的な差を見せつけて勝利しましたね。こういうところですね。そして WBO はあれか、ジェイソン・モロニーがレイマート・ガバリオと試合はやるんですか、指名挑戦試合は やるんですかね、この感じだと。そして WBC はナワンポン・ソールンビンサイとビンセント・アストロラビオが挑戦者決定戦をやるんですよ。だ勝った方が指名挑戦者となりますね。だからこれ結構間空くんで、アレクサンドロ・サンティアゴ選手はその間に他の選手と防衛戦をやる可能性もありますよね。もしかしたらここで栗原啓太選手が出て、栗原啓太選手とサンティアゴで世界戦なんていうのもありえますね。そして今日、まあ、決まったエマロド対西田亮介選手ですね。これはおそらく最高ファイトのリングでやると思います。そして WBA が井上拓磨 VS アンカハス、まずやると言われてますね。それが終わったら石田翔選手と、まあ、井上拓磨選手と、アンカハスの勝った方でタイトルマッチですね。大体これバンタム級は、まあ、このようになってきております。そしてそれらが終わると統一戦が進んできそうな予感がしますよね。統一戦が進んでくると、だから他のランカーが入っていけなくなっちゃうんですよね。こうなるとちょっと狙い目のバンタムだけにちょっともったいなくなりますよね。なんか統一戦って言ってもこの今のバンタムのレベルはまあ正直言って低いんで、ちょっとこれであんまり統一戦やってほしくないかもありますよね。なんというか、ちょっと表現が難しいんですけど、はい、こういったところですね。まあどうなっていくでしょう。まあ明日からね、また様々なニュースが出てくると思うので、まあ続報入り次第こちらで放送していきたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録、あとツイッター、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。